タシケントバスブハラ駅の様子投資額の低下や整備の稚拙さからウズベキスタンの国土全体にわたる交通網のインフラストラクチャーはソビエト連邦から独立した後大きくその質を落としている。2000年代前半には政府の大規模投資により国内主要都市に空港が整備。ソビエト連邦時代の交通事情に関してはソビエト連邦の交通を参照のこと。 タシケントサマルカンド高速鉄道2005年時点において、ウズベキスタンには 3950km の鉄道が整備されており、約 620km が電気鉄道である。しかし、ウズベキスタン国内の鉄道網に関しては大部分が整備が必要な状態にある。国内最長の路線は、首都タシケントからアムダリア川流域までを結ぶカスピ海横断鉄道である。 この鉄道は、カザフスタンやキルギス、タジキスタン、アフガニスタン、トルクメニスタンとウズベキスタンを結んでいる。2018年、中国とキルギスと同国の3カ国における、国際鉄道網の新たな開拓計画として、がねてから考案されていた中国キルギス、ウズベキスタン鉄道が4月に決定され、同年12月下旬に、その三者協議の開催地となったタシケントにて、 同参加国における国際列車の路線建設が決定されている。2011年10月にはタシュケントとサマルカンドを結ぶタシュケントサマルカンド高速鉄道が開通している。またタシュケント地下鉄はカザフスタンにアルマトイ地下鉄が開通するまで中央アジア唯一の地下鉄だった。最新のタシュケント地下鉄の路線やタシュケント地下鉄の路線図、 地下鉄路線図ジョンボイ近くの国道 M39 線2005年時点において、ウズベキスタンには 84,400km の道路があり、内約 72,000km が舗装道路である。道路のインフラ整備は、首都タシケント以外ではあまり進んでいない。国の主要道路は、国道 M39 線で、北東部のタシケントからサマルカンドを経て、南部のテルメズまでの、 約4 5 0トルある。この道路の6 5キロはカザフスタンを通り、10年間閉鎖されて、グリスタンを経由する回り道を余儀なくされていたが、2017年1月にカザフスタン・ウズベキスタン領政府が再開するように合意した。また、国道 M37 線はサマルカンドから西へ向かい、ナボイトブハラを経てトルクメン国境へ向かう。 修道 A373 戦は、タシュケントから東へ向かい、フェルガナ州高換道を経て、キルギス国境へ。2006年時点において、ウズベキスタン国内の高速道路整備計画はない。2000年代前半にはアフガニスタンへの人道支援物資供与のためアメリカ合衆国の整備医師が、テルメズ空港付近の道路の整備を行い状況が改善された。ウズベキスタンは、 アジアハイウェイ参加国であり、数本の国道はアジアハイウェイとして利用されている。二重内陸国であるウズベキスタンには海に面する港はない。ただ、アムダリア側が付近を流れるテルメズには河川港がある。テルメズ港は規模が小さく現代的な設備が揃っているわけではない。ものの、国境を接するアフガニスタンの情勢が安定化するにつれ貿易額は増加している。 テルメズはアフガニスタンに、ウズベキスタンには約 1100km の内陸水路網がある。1990年代後半よりアムダリア川の水量が減少したことで、アムダリア川付近への観光ツアーは減少傾向にある。2006年時点において、ウズベキスタンには 9594km の天然ガスのパイプラインと 868km の石油パイプライン。 3 3トルの石油生成用パイプラインがある。ウズベキスタン航空の期待2006年時点において、ウズベキスタンには34の舗装路を有する空港があり、そのう内つは3 0 0 0ル以上の滑走路を有する。最長の滑走路を有する多種圏と国際空港には、アエルフロートロシア航空や、ルフトハンザドイツ航空、トランスアエロ航空、 ターキッシュエアラインズが就航しヨーロッパや中東の都市とウズベキスタンを結んでいる。また、モスクワを経由したニューヨークやロサンゼルスへの便も発着している。日本とは、ウズベキスタン航空が成田国際空港との定期便を運航している。ウズベキスタン航空は国内便のほか、主に CIS 諸国への国際便を運航している。燃料不足などの事情により、 ウズベキスタン航空はしばしば運航スケジュールが変更される。2017年10月、ミルズ・ヤイフ大統領によって署名された大統領令により、トルコ・オーストリア・ベルギー・イギリス・フランス・ドイツ・スペイン、イタリア・スイス・ラトビア・マレーシア、日本、タイの国民を対象に、簡素化ビザの運用が開始され、さらに2018年、同大統領がウズベキスタンで渡航の潜在能力発展に向けて、 有利な条件を確保することに関する大統領令を交付、同年2月以降から、イスラエル・インドネシア、韓国、マレーシア・シンガポール、日本、トルコの国民にビザを30日間免除することを明かしている。またこの大統領令には、同年7月1日以降同国で、電子ビザの運用が開始されるとも記されており、今後の同国での航空はこれまで、 以上の広範囲へ変化するであろうことが予測される。ありがとうございます。